はいどうも、ロロミアです。今回はですね、初心者向け穴講座をやっていこうかなと思います。穴というヒーローはどんなヒーローなのか簡単に説明しますと、オーバーウォッチ界最強とも言っていいほど強いスキルを持っているヒーローで、攻めることもできるし、守ることもできる万能ヒーローとなっております。今回はそんな穴をダメージなどの基礎情報から、小技やテクニック紹介、そして相性のいいヒーローを紹介していきたいと思います。初心者でも分かりやすいように、一から全部説明しておりますので、よければ最後までご視聴お願いいたします。では行こう。さあ、行くぞ。まずは穴の武器、バイオティックライフルの説明です。敵と味方に撃つことができる武器で、敵に撃った場合ダメージが70、味方に撃った場合は70回復する武器となっております。そしてダメージも回復もなんですけども、一瞬で70出るんじゃなくて 0.6 秒間かけて70ダメージ、70回復するといった武器になっております。そして HP がマックスの味方のみ弾が貫通するようになります。なので手前にいる味方が HP マックスなら、わざわざ自分が横にずれて奥の味方を回復する必要は一切ありません。そして弾速は早いんですけども、一応普通に撃つと速着ではなく偏差打ちが必要となります。そこで重要となってくるのがスコープです。スコープはサブ射撃ボタンを押すことによって展開することができます。メリットは弾が速着になること、そして味方や敵が大きく表示されるため弾を当てやすくなります。逆にデメリットは移動速度が 65% も低下してしまうことと、普通の時と比べて視野が結構狭くなります。なので敵に撃たれたりしない安全な時にスコープを覗いて撃ってあげましょう。そしてテクニックとしてクイックショットというテクニックがあります。これは先ほどの視野が狭くなる、移動速度が遅くなるといったデメリットを全て消すことができます。なのにもかかわらず速着でね弾を当てることができます。ですがもちろんこのテクニックにもデメリットは存在していて、連射がねできないというデメリットがあります。なので回復を一発だけ打ちたい少ない HP の味方の回復や、一瞬だけ壁から顔を出して敵を撃つなど、そういう時に使いましょう。そして豆知識なんですけども、アナのスコープ設定を 37.89 という数値にすると、スコープを覗いている時、覗いてない時と感度が全く一緒にできるので、感度を一緒にしてプレイしたいという方がいたらね、ぜひ 37.89 を試してみてください。続いてはスキル、バイオティックグレネードの説明です。ダメージは60、回復量は100、半径 4m でクールタイムは10秒です。そして相手に当てた場合、相手の HP が紫色のゲージになり、4秒間自分の HP を回復することができなくなってしまいます。そして味方に当てた場合は4秒間回復量が 50% 上がるというバフをかけます。もちろん範囲攻撃なので複数の相手に入れることも可能です。そしてこのグレネードもライフル同様、普段はね味方に当たるんですけども、味方の HP がマックスの場合は味方を貫通する性能を持ちます。このスキル一つで戦況がひっくり返るくらい強力なスキルなので、使う場面を見極めてしっかり使いましょう。そしてこのスキルは射程が無限なので、グレネードの軌道をしっかり覚えれば空爆などもすることができます。こんな感じでリスポーンした直後とかに戦場に向かって投げるとしっかり当てることができます。続いてはスキル、スリープダーツの説明です。ダメージは5、射程は無限、クールダウンは12秒です。このスリープダーツを相手に当てた場合、相手を最大5秒間眠らせることができます。ですがこんな感じで相手を眠らした瞬間にダメージを与えてしまうと一瞬で起きてしまうので注意が必要です。倒せるかなと思ったら起こしてもいいんですけども、倒せないなと思った場合は起きる直前に一発攻撃するか、起きるまでずっと放置するかという作戦を取りましょう。起こし方の種類としては、一発撃ってパンチする一瞬で100ダメージ出すコンボ、もしくは一発撃ちグレネードを投げる一瞬で130ダメージ出し、さらに回復阻害も入れるコンボ、もしくは眠らした後に自分を安全な場所に引き一発撃つ方法、この3つを覚えておけばいいかなと思います。近くに味方がいて一緒に狙えば倒せるなと思ったら、最初に紹介した100ダメージ入るコンボ、近くに味方がいるけど倒しきれるか分かんない、もしくは自分も一緒に回復したいと思ったら2個目に紹介した130ダメージ入るコンボ、そもそも誰も味方が近くにいない状況でこれ起こしたらむしろ自分が倒されるかなと思った場合は、3番目に紹介した距離を取って撃つのが安全です。一応 HP が200の相手には一発撃ってからスリープダーツを撃つことによって自分一人で倒しきることが可能です。こんな感じで一発撃ってからスリープダーツを撃つと相手の HP が125になるので、ライフルと瓶で130ダメージで倒しきることが可能です。そして HP が150のトレーサーなんかは一発撃ってからスリープダーツを撃って眠らせることにより瓶を温存しながら倒しきることができます。続いてはアルティメットスキル、ナノブーストの説明です。ナノブーストをつけた対象の HP が250回復し、与えるダメージがプラス 50%、 そしてもらうダメージがマイナス 50% のバフを受けます。効果時間は8秒間です。注意点としては、このように味方が被っていると奥のロードホックにナノブーストつけたくても手前のトレーサーについてしまうということが結構あります。なので立ち位置に気をつけましょう。そしてもちろん先ほどのグレネードの効果も乗るので、こんな感じで一瞬で 375HP を回復することも可能です。グレネード自体にそもそも100回復する効果があるので、本当にねほとんどのキャラが一瞬で HP マックスになります。ここまででアナのスキルの説明は終わりなんですけども、まあ、気づいた方もいると思いますが、アナは結構ね味方が正面にいるとスキルを吸われてしまったり、奥の味方を回復させるのが難しかったりと結構やりづらくなってしまうヒーローです。なので高台とかをしっかり取ることにより、ナノブーストが思いもよらぬ味方についたりとか、目の前の味方が邪魔で奥の味方を回復できないとか、グレネードを投げれないということはなくなるので、かなりね高台との相性がいいです。ということでここまでが基礎講座となっております。ここからはね相性のいいヒーローを紹介しますので、よければ引き続きご視聴お願いいたします。さあ行くぞ。
まず今回のアナと相性のいいヒーローで説明するヒーローは、アナのアルティメットスキルナノブーストと相性がいいヒーローを紹介します。具体的にどんなヒーローが相性がいいかと言いますと、盾を無視できるヒーローと相性がいいです。理由としては、ナノブーストをつけても盾にダメージが吸われてしまうとキルとかにうまくつながらず効果が薄くなってしまいます。ですが盾を無視して殴れるヒーローはキルに結びつきやすいのでかなり相性がいいです。ということで今回はこちらの4体のヒーローを選ばせていただきました。ではまずウィンストンですが、ナノブーストをもらうとこんな感じで 200HP の時あったらね、一瞬で倒すことができます。そしてウィンストンの攻撃はもともと範囲攻撃なので、そこも相まってかなり相性がいいです。そしてナノブーストの効果の非ダメージ 50% カットも、言ってしまえば HP が2倍になるのと一緒ですので、 HP が多ければ多いほど効果も大きくなってきます。さらにウィンストンはメインタンクのためそもそも狙われやすいです。なので今回紹介するヒーローの中では特に相性がいいと言えます。さらにもともと HP が多く、非ダメージもね 50% カットされてるにもかかわらず、プライマルレイジを発動すると HP が1000で非ダメージ 50% カットという化け物に生まれ変わります。続いてはラインハルトです。ラインハルトはなんといってもアーシャタでこかした相手を一振りするだけで倒すことができます。そして先ほどと同じで、もともと HP が高く、さらにメインタンクなので狙われやすいことからかなり相性がいいです。もちろんハンマー届かない距離でもファイアーストライクで代用できるので、これもかなり便利です。続いてはゲンジです。ゲンジはなんといってもね、流撃剣とナノブーストの相性がめちゃめちゃいいです。こんな感じで一振り風切りだけで 200HP が倒せるので、めちゃめちゃキルにつなげやすくなります。まあ懸念点を挙げるとしたら、少しゲンジの技量が求められるとこですかね。キルにつながらないとアルティメットが結構無駄になってしまうので、まあ相手の構成や味方の構成、そしてゲンジの調子を見て、まあつけるかつけないか判断しましょう。続いてはドゥームヒストです。まあダメージヒーローなんですけども、ドゥームはスキルを当てたらシールドがつくので、結果としてねかなり硬いです。そしてもちろんダメージヒーローなので、火力もねかなり出ます。なのでこんな感じで、こっからねスラムでこういって少し映像が乱れました。まあでもシンプルに雑に強いですね。ほんといつつけても強いって感じです。 200HP の敵を狩りに行くのもいいですし、普通にタンクを殴るだけでもかなり一瞬で HP を溶かすことができます。今回紹介したヒーローは盾を無視できるというのと、そもそも火力が高いというのが、まあ相性がいい理由となっております。逆に相性が良くないヒーローはというと、そもそも火力が低いヒーローがやっぱ相性が良くないですね。まあ例を挙げると、タンクだったらレッキングボールとか、まあ、ダメージだったらまあウィドウメーカーとか、まあ、そもそもナノブーストなくても頭一発で倒せてしまうので、あんまり効果がないですね。そしてサポートだったらやっぱルシオとかマーシーにつけると効果が薄いです。ということで、ここまでがアナの相性のいいヒーロー編となります。ここまでのご視聴ありがとうございました。ここから少しおまけで、アナにおすすめなワークショップを紹介したいと思います。結構便利なワークショップとなっておりますので、よければ引き続きご視聴お願いいたします。さあ、行くぞ。ではアナの便利なワークショップを紹介したいと思います。コードは 3W3N3 です。まあ、どんなワークショップか説明すると、投げたグレネードがどこに落ちるかを、まあ、教えてくれるワークショップとなっております。まあ、中央の赤い丸がグレネードを投げた際の着地ポイントです。まあ、なのでこれを使うとグレネードがどんな感じで飛んでいくのか感覚をつかみやすいかなと思います。まあ、そして一応アナ以外にもこのワークショップが使えるヒーローがね結構いますので、まあ、なのでアナ使わない方もね、ぜひこのワークショップ試してみてください。そして空爆とか練習したいときは、インタラクトキーを押すと簡単にね確認することができます。まあ、左上に書いてある飛ぶ時間っていうのが、まあ、着地時間ですね。まあ、なので、ここだったら6秒前にこのポジションにグレを投げることで、まあ、開幕ね、いい感じにグレを入れることができます。こんな感じでね、結構綺麗に入ります。そしてもちろん他のマップにも対応しております。まあ、こんな感じでインタラクトキーを押してから自分が移動したり、まあ、視点を移動させて、まあ、ちょうどいい感じに合わせて、もう一回インタラクトキーを押せば戻るので、まあ、戻った時に、ま、確認してあげる、まあ、覚えてあげるって感じですね。まあ、例えばこれだったら、ま、この角に挟まって、台座の高さに出てくる合わせて、右下の武器の青いマークのところに、ま、木の角を引っ掛けるって感じで覚えれば、まあ、いい感じに入ります。まあ、別にこれが正解とかいう投げ方は特にないので、自分が覚えやすい場所、覚えやすい目印がある場所を研究して探して、まあそれをね覚えてもらえればいいかなと思います。まあ本当に探そうと思ったら腐るほどあるので、ぜひ皆さんね、このワークショップ使って自分流の投げ方探してみてください。まあということで、今回のアナ講座はここまでとなります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、そして Twitter などの SNS でシェアしていただけるととてもありがたいです。そして他にもこのヒーローの動画見たいとか、そういうリクエスト、あとは今回のこの動画の感想などコメントしていただけると、とてもモチベーション上がりますので、皆さんよければよろしくお願いします。ということで、皆さん改めて最後までご視聴ありがとうございました。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。